県世代の生物多様性の推移。横軸は年代を表し単位は100万年。灰色が大量絶滅を最初に示したセップコスキのデータ。緑色がウェルディファインドデータ。黄色の三角が古代絶滅事件。最も左の黄色の三角が OS 境界 OS 境界とは地質年代区分の用語で、 約4億4380万年前のオルドビスキとシジュルキの境目に相当する。古生物学上では5代大,大量を絶滅に数えられる、県世代最初の大量絶滅が発生し、動物をベースとした群に大きな打撃を与えた。オルドビスキ末の大量絶滅は、オルドビスキのヒルナンシアンキの間に起き、絶滅のピークは二つに分かれていた。一つは、ヒルナンシアンキの前期。 一つはヒルナンシアン期の中期にあった。この大量絶滅は海洋生物に大きな打撃をもたらし、海洋生物全体では49%から60%の属が絶滅し、種レベルでは85%が地球上から姿を消した。具体的には全員湾足動物と外行動物のトガの3分の1が、このドンと産業虫、 筆石の複数のグループが絶滅した。特に影響を受けたのは、湾食動物、ニーマイカイ、極秘動物、外高動物、サンゴであった。オルドビスキの寒冷化以前では、気温は比較的温暖であった。その寒冷化の速さと、海水準の低下による、生息域の減少が絶滅を加速させたと、考えられている。海水準の低下により、 大陸方沿いの生息環境は一掃された。この時代に氷床が発達していた証拠もサハラ砂漠の堆積物中で発見された。絶滅は当時生物大放散事変が進行していた時代に沖、オルドビスキとそれに続くシルルキの境界をマークする。2020年に中国科学院南京地質古生物研究所が発表した研究によれば 大量絶滅は4億4310万年前から4億4290万年前までの20万年の間に発生していた。絶滅事変の間には生物学的な指標となる炭素と酸素の同位対比の複数の変動が確認されている。無酸素水界の拡散も当時の生物に大きく影響した。これらの複雑性は近い感覚の独立した複数の出来事か。 あるいは一つの出来事の特定の段階を示唆している可能性がある。当時は複雑な多細胞生物の大部分が海に生息しており、全動物のトガの49%に及ぶ100の海洋生物のトガが絶滅した。筆石や湾足動物など低生生物の動物群が打撃を受けた。一方で放散中の属は微減したものの放散中化石に見られる。 古生代の他の夏の絶滅事変ほどの影響は見られなかった。当時の海洋の消失の統計分析から、生物多様性の減少は種文化の減少ではなく主に絶滅の急激な増加によるものであると示唆された。プランクトン様の生態を持つ海洋生物の複数グループは、後期オルドビスキには、低生生物のグループによりも紫外線の放射にさらされていた。 大量絶滅時には、低成生物よりも先に、プランクトンに生息する生物が影響を受け、深海に生息する生物よりも旋海に生息する生物の方が絶滅の可能性が高かった。オルドビス期末の大量絶滅の結果として泥から飛び出したカメロケラスの復元図。南極に位置していたコンドワナ大陸の急速な氷床の発達、寒冷化。 世界の海洋の全水中における流体力学的な変動、対応する海水準の低下は、ストレス状態の前提となっており、オルドビスキの海洋生物症の主要な生態系日地である大陸砲と旋回盆の減少をもたらした。他の大量絶滅現象と同様に、これらの過程には火山活動やそれによる光合成や生物生産性の低下、 食物連鎖の破壊、海洋無酸素事変を伴っていた。大気中の二酸化炭素を消費する陸生藻類や微小植物プランクトンの出現と繁栄は、温室効果を減少させて、気候システムの氷河期時代への移行を促進するという、この時期に特有の役割を果たした。氷河時代に伴う二つの環境変動が、後期オルドビス期の絶滅の大部分の原因となった。一つは、 当時の生物が強烈な温室効果に適応していたため全球的な気候の寒冷化が特に有害であったことである。もう一つは氷床の形成で水が集積されて海水準が低下し広大な内海が失われて数多くの固有の生物の生息地が消失したことである。ゴンドワナ氷床の存在は県世代で最も荒烈な氷河時代の始まりと 終わりに対応するとみなされており、この氷河期は中期ヒ昼南アン期で終わりを迎えた。南半球の超大陸ゴンドワナが南極点を超えると大陸上に氷床が形成された。当時の南極点であった南アメリカ北東部及びそれに隣接する北アフリカのジョーブオルドビス系からはこれに対応する岩石層が検出されている。世界中の水が氷河に凝固した後、 魔氷器には水が解放され海水準が劇的に上下を繰り返した。最初の解体で多くの生息地を失った当初の生物群は海進で戻ってきた後さらなる解体を受けて激減を続けた。北アフリカでは地震断面から氷河の5回のパルスが記録されている。最初の絶滅は地球から6000光年以内の超新星に由来する。 ガンマ線バーストで引き起こされたと提唱した科学者もいる。10秒のガンマ線バーストで地球大気のオゾンの半分が即座に剥ぎ取られ、惑星の光合成に携わる生物を含む地表生物の多くが高レベルの極端紫外線放射を浴びただろうと推測された。この仮説は絶滅の始まりのパターンと一致するが、このようなガンマ線バーストが 地球の近くで起こったという証拠はない。高気オルドビスキの氷河作用に先駆けて、大気の二酸化炭素濃度が 7000ppm から 4400ppm へ低下していた。火山活動により堆積した新しい計算塩岩は、侵食を受けると大気中に二酸化炭素が引き出される。二酸化炭素の重要な役割は2009年の論文で示されている。 大気と海洋の二酸化炭素レベルは、ゴンドワナ表彰の成長、崩壊に伴って変動した可能性がある、高気オルドビスケを通して、大規模な火山活動からのガス放出は、アパラチア山脈の流気による激しい風化によって、バランスが取れていた。ヒルナンシアン期になると、火山活動は停止し、継続的な風化によって二酸化炭素は、急激に減少することとなった。 これは急速で短い氷河期と一致する。また、火星活動は必ずしも温暖化に寄与したとは限らない。火山から噴出した二酸化葉が大気中で硫酸のエアロゾルを生み出し、それが地表に届く太陽光を遮蔽して気候の寒冷化、そして氷床の発達に寄与したとも考えられている。また、同研究では以下に説明する有害金属も、 火星活動に由来すると推論されている。海洋の酸素が減少したことにより鉛やヒ素や鉄といった海底の有害金属が水中に溶け込んだ可能性も指摘されている。生物が利用可能な海洋の栄養素の増加、また地球規模の冷却による海洋循環の低下が要因となっている可能性がある。有毒金属は 食物連鎖の下への栄養段階にある生物を死に、いたらしめ、個体数の減少を引き起こし、その結果として食物連鎖の上位に位置する接触生物の合死をもたらした可能性がある。現在のリビア砂漠に分布する当時の地層では、プランクトンの気形が通常の100倍以上の頻度で確認できる。これらの金属は先日する火星活動に由来する可能性もある。 日本の東北大学などの研究では、中華人民共和国とアメリカ合衆国に分布する OS 境会付近の地層から高濃度の水銀が検出されており、大規模な火星活動で水銀が大気中に放出されたと推測されている。氷床が誘拐して海水面が上昇すると、再び絶滅のピークが訪れたが、それが安定すると絶滅事変も収束を見せた。 シルルキの初期に大陸方が長期間再び冠水したため生命の多様性は回復し生き残った生物群集の中で生物多様性が増加したこのように生物多様性が大きく失われた後シルルキの生物群集は最初により複雑ではなくより広範囲に分布するようになった後期オルドビスキの特徴であった固有性の高い動物群集は県生代で 最も世界的な動物群衆にとって変わられ、シルルキのほとんどの期間にわたって持続する生物、地理学的パターンを呈した。オルドビスキシルルキの大量絶滅事変は、ペルム期末の大量絶滅や、白期末の大量絶滅のように長期にわたる、爪跡を残したわけではなかったが、短期間のうちに、数多くの分類群が地球上から姿を消し、多様性は失われて変化していった。 ありがとうございます。